Bonjour! Online Fransugo Gakko. Ensemble en français, 講師の Vanessa です。今日は私と一緒に聞き取りの練習をしましょう。フランス語のシとジを聞き分けるのは難しいですよね。シは上の歯のすぐ後ろからシと勢いよく発音し、ジはもう少し後ろの方からジと発音します。この二つを一緒に聞けば聞くほど違いがわかるようになりますよ。よく聞いてくださいね。C'est parti! Chez J'ai Chez J'ai Champ Jean Champ Jean Che Je Che Je Chaud Jaune Chaud Jaune Char Jar Char Jar Chute Jute Chute Jute Chio, Gio, Chio, Gio, Chou, Jou, Chou, Jou. 音の違い、口の形の違い、よくわかりましたか？今からテストです。できれば私の口を見ずにテストしてくださいね。単語を2つ見せますので、どちらが世界か選んでみてください。chute chute chute gio 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 chou 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 chant 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 jaune 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 je 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 chez chez よくわかりましたか？このビデオをよく見て練習してくださいね。それでは、Ensemble のレッスンでもお待ちしています。À bientôt!